どうも、お疲れ様です。N 国党の立花党首が、ま、こういうふうな記事に取り上げられております。内容はですね、ガーシー議員の懲罰委員会に対してなんですよ。先ほど、懲罰委員会の模様も見させてもらったんですけども、挨拶をして、みんな無言で意見なしで、そのまま終わったみたいな茶番だったんですけども、非常に恐ろしいですよね。事情も聞かずに、懲罰をもう、課すというね、懲罰前提で会議を開いてるわけなんですよ。本来なら、 本来ならですよ。まだ国会議員1年生にかなり、えー、譲ってですね、その可能性にかけていろいろと道を考えてあげるのが懲罰委員会の、あの、何ですかね。まあ、何たるかっていうところじゃないかなと思うんですけども、とりあえず懲罰を与えて臭いものには蓋、そして、年寄りの意見にみんなを従わせようっていう、この旧体前とした形がここにありますよね。えー、そもそもね、こういうふうに書いてあるわけですよ、記事の方には。恐ろしいな。推定無罪を無視し、 国の最高意思決定者である国民が選挙で選んだ国会議員を事情も聞かずに懲罰する。まさにこれなんですよ。あのね、懲罰委員会ものがあって、国会議員が国会議員を辞めさせる権利があるとしたら、何のための選挙なんですかってことですよ。何のために国民が30万人近くもガーシーに投じたんですかってことですよ。懲罰委員会になるおかしなもので、公約を守ってるにも関わらず懲罰を受けるって何なんですかね。 元々ガーシーってのは日本からではなくて海外からとりわけドバイから日本の闇を暴いていくっていう公約で当選してるわけですよ。ぜひそういうことをしてくれっていうふうに国民が権利を与えたわけですよね。それに対して自分のことが暴かれたらやばいからって他の国会議員が何らかの圧力をかけてこういったガーシーみたいなのを排除する。 しかも、ワン、ツー、スリー、スリーアウト、チェンジじゃなくて、一発アウトですよ。参議院議員の任期ってのは6年間あるわけでしょ ?6 年間の最初の半年が噛み合わなかったぐらいで、何なんですかってことですよ。6年間をしっかりと見て、それで判断すればいいと思うんですよ。仮にですよ、5年半、ものすごく優秀な成果を上げて、最後の半年間、1回も国会議員に行かなかったってことになると、やっぱり除名になるんですかってことですよ。懲罰委員会なんですかってことですよ。 そうなんですよ。任期6年に対して私たちは選挙をしたわけなんで、票を投じたわけなんで、6年間の権限を与えたってことに対して、まだ最初の数ヶ月でね、こういうふうな結論を出すのは、あまりにも早くて横暴じゃないかなと思うんですよ。それだったら令和ローテーションとかどうなんですかと。うこういったこともありますしね。いや、私はね、国民が選んだ国会議員を、他の国会議員が対立してるからといって辞めさせるような、そんなことはできないと思いますけどもね。どうなんでしょうかね。 ittersa